リンゴです。今日の動画はじゃん、キャンメイクユアリップオンリーグロスを紹介したいと思います。このグロスはね、唇の水分に反応して透明のグロスがピンクに変わるの。だからもう十人十色の色になります。私が今塗ってみて、そのこの唇の水分量と今見てくれている方の唇の水分量が違ったら色が違うし、つける人の唇の水分量によって色が変わります。で、私いろんな画像見たんだけど、本当に全然変わらない色からピンク、赤、オレンジっていろんな色に変わってたので、本当にその人の唇の色に変化してくれるグロスです。でね、私こういうの大好きなの。なんか私だけの色にみたいな、もうそういうの大好き。早速使ってみたいと思います。なんかね、すごい楽しいよね、こういうのね。じゃん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 、あ、本当に透明だ。見える？本当に透明です。こんな感じ。うん。で、こちらラメ入りのタイプとクリアタイプがありました。私は今日はクリアタイプを買いました。しかもね、安いの。税抜き650円でした。なので、なんかね、同じようなタイプのね、唇の水分量に反応するグロスが出てるんだけど、それが3500円だった。だからもうキャンメイクのこちらは値段がすごい安いです。では早速つけていきたいと思います。ちょっと楽しみ。透明なんだよ最初は。うん、わかる？結構プルプル。うん、つけ心地はすごくいいです。10分ぐらいで色が変わるみたいなので、ちょっと待ってみたいと思います。なんかさ、私だけの色とかにさ、女の子って弱いよね。私もなんか透明なのに自分の唇の水分量によって色が変化とかね、そういうのに弱いんだよね。なんか科学実験的な楽しさがある。はい、10分経ちました。どうでしょうか、わかりますか？ちょっとピンク色に変わりました。わかるかな、ちょっとわかりづらいね。わかりづらいので、こちらに使用前使用後の写真を比べてみます。うん、上の方がやっぱり薄いでしょ。使用前は、まあ、唇の色薄いピンクかな。でも使用後は本当にほんのりピンク色になりました。真っ赤でもないし、私は自然なピンクで、このくらいがすごくいい感じだなって思います。でね、これ例えばリップをしてからこのグロスをしても水分量が変わるから色が変わるし、逆にベビーパウダーとかで水分を全部なくして塗っても色が変わります。自分が好きな色を発見するのもすごい楽しみの一つのリップなんじゃないかなって思います。皆さんもぜひ買ってみてください。650円でね、本当に安いし、なんかね、すごい持ちそう。大きいのですぐにはなくならなそうなので、皆さんもぜひ買ってみてください。私の唇の色は薄ピンクでした。うん、可愛い色で気に入りました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。女の子っていつまでも可愛くいたいよね。